会話が不調でもやれることはあるさ。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。ヒミキス実況第6回目ですかね、やっていきましょう。二見えりこ編ですね。前回デートをして告白されて、でまあいい感じで進んでると思います。友達もできてるしね。うん、さああとはエンディングに向けて進んでいくだけですね。とりあえずは溜めてアタックをしないといけないんですが、師匠さんはいいです。いない。あら、捕まんなくなっちゃったな。ちょっとね、前回の終わりの方は会話が不調だったんで、今回はなんとか頑張りたいなと思う所存でございまするが、うまくいきますかね。さて行きましょう。どうしようかね。いきなり、昔、あんまりお母さんの話とかしない方がいいかもしれないけど、こうしてあなたと話してる私は昔の私から見たら考えられないわね。え、そうかもしれないね。人は自分だけでは変われないのね。うん、こうなんていうか、胸にグザッとくる言葉だな。いいね。で、とりあえず残りが全部音符だったとしても246の245だからいけるね。あとはじゃあ食べることを中心に考えていこうか。食事減らさないようにしておかないとね。今までで一番美味しいって思った食べ物って何？難しいこと聞くな。偶然なんだけど、インスタントの塩ラーメンに間違えて牛乳をこぼしたらすごく美味しかったわ。マジでか。へえ。カルボナーラ風ラーメンね。カルボナーラなの？マジで？すげえな。ちょっと今度やってみるわ。じゃあ塩ラーメンがダメになんないといいけど。じゃあ世間話、端っこだね。図書室は静かでいいよね。そうね、気持ちいいわ。終わりかよ。終わりかよ。あなたの話って、どれもいい感じね。ありがとう。おお、見て見てこれ、ハートだらけだよ。パネーゼ。パネーゼ変態。ねえ、まさか図書室で？何？キスして。おお、ああ、僕も二見さんとキスしたいって思ってたんだ。お前今まで唇はダメだとか言ってたじゃん。ちょうどよかったわね。図書室でもしちゃうんだね。あ、今回はあれなんだ、二見さんの方からガーって行くんじゃなくて、この変態からガーって行くんだね。これ後ろのさ、方に映ってる図書委員とかさ、びっくりすんだろうな。はわーってびっくりするわな。長いぞ。こらこら、長いぞ二見さん。すっかりキス音痴が治ったね。それはお互い様よ。そうだね。二見さんは、お前急に言うな。学園祭どうするの？何も決めてないわ。じゃあ二人で過ごさない？これハテナがないから二人で過ごさないって。なんか否定してる感じになっちゃうの。いいわよ。じゃあ噴水前で待ち合わせ。いい？やったね。じゃあまたね。これで決まりかな？やったぞ。よし。これさ、もしかしてもう終わっちゃうか今回で。まさかの。どうしよっかな。もう一回話しかけとく？なんかな、あっさり言っちゃってるから、とりあえず今日の分だけやっちゃおっか。はい、もう一回アタックして理科室でもチューしちゃおう。娯楽がないんだよねこの辺ね。ほらこれ見。でこれ以上外すのが怖いんで、復活？おい、ハートがなくなるぞこら。おいおい、こらこら、ハートがなくなっちまうぜ。なくなったんだけど。
おい、こら頼むぜ頼むぜ大将。ああちょっとせめてさ、ゲージを溜めた状態で言いたい。え、なんでこんなラスト難しいんだ。極端にないのか。最後最後これでもう音符でも構わないから溜めよう。せっかくさ図書室でさ会話して一気に溜めたのに、ないのかな。もう食事が1個しかないのは分かるんだけど、甘いもので攻めよう。あ、ない。あれ、なんでなんでこんな難しくなんの。まあよかった、入った。テンション下がっちゃうよ。昼間太陽の光を浴びないと夜なかなか眠れないらしいよ。眠れないなんて好都合じゃない。あ、いや、そういうことが言いたいんじゃなくて分かってるわよ、気をつけるわね。え、3時間睡眠だからね。ショートスリーパーってね、ちょっとかっこいいけどどっちだと思う。音楽ないしね。本当にさあんの娯楽なくない。なくなくなくない。あ、勉強あった。ないと思ってた。今度僕の家で勉強しない。あなたの家で。やだわって。ダメかな。いいえ、いいわよ。やった。で、何の勉強するつもり。大人の勉強。そうですよ、ナナはどっかにやっておくからさ、二人で大人の勉強を僕のベッドの上で。そんなわけないだろそんなわけないだろ。本当まったく。どうしようかな。この状態でアタックでできんのかな。テンションが低いような気がするけど怒られないかな。あー、ダメだよね。それがこの、あー、タイミング悪いわね。またね。ごめんね、この変態が。どうもすいませんね。ちょっとこれ以上会話やってるとなんか危なさ危なそう、やばい気がする。ナナちゃん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあとりあえずはセーブしよっか。うん。女の子と一緒に過ごす学園祭か。楽しみだな。早く学園祭の日が来ればいいのに。よし、もう一気に行っちゃおう。ここでね、下手に会話するとミスりそうな気がする。今回最終回になっちゃうね。なんか二見さんもあっという間だったな。なんかどんどん回数減ってるよねルート進めるごとにさ、どん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 回数が減ってるんだけど。いよいよ学園祭、今日で夏も終わりだな。新学期になって1ヶ月ちょっと、積極的になろうって頑張ってきたけど、今日こそ思いを伝えるんだ。全てを悲しい思い出に変えないためにも、僕が思いを伝えるのはヒイラギそんなわけないか二見さん、二見さんに思いを伝えよう。ねえ、いいよ。二見さんとは何するんだろうね。噴水前で待ち合わせだっけ。いい天気になってよかったな。絶好の学園祭日和だ。年に一度の お祭りだし、今日は楽しむぞ。噴水前なのになんでいちいち教室の中入ってんだ。うん、ここは同じだね。二見さんは初めから噴水のとこにいろよ。あ、二見さん。あ、学園祭盛り上がってるね。そうみたいね。どこか回りたいところある？特にないんだけど、これを持ってきたわ。お弁当かな？あ、カメラ？あ、カメラか。デジカメ。おお、いいね。しかも一眼レフタイプじゃないか。へえ、いいよね一眼レフね。
すごいでしょ、うん、川田先生が貸してくれたの、うん、学校の備品だからすぐ返さなきゃいけないんだけどね。へえ、え、何それで校内を撮ってきなさいみたいな。これで記念写真撮らない。お、いいねいいね、二人で。そうか、携帯がないのか、セルフィーとかね。電源のスイッチはどこかしら。始まったぞ。あ、ここだわ。で、モード撮影に。機械音痴ではないのかな。あれ、画面が真っ暗のままね。壊れてるのかしら。まさかの。二見さん、レンズの蓋がついたままだよ。あ、本当だわ。かわいいな。レンズの蓋を外さないと画面が真っ暗なのは当たり前よね。もう私ったら。でもやる。気持ちはわかる。二見さん、カメラいじるの苦手？ええ、なぜかこの手のものに疎くて。そっか、二見さんってメカ音痴なんだ。え、機械音痴じゃねえか。普通メカ音痴ってあんまり言わないような気がするけど。そんなことないわよ。パソコンだって使えるんだから。メカ音痴にもいろいろなタイプがいるからね。パソコンは使えるけどビデオとかカメラは苦手だとか。二見さん、ビデオの録画予約とかできないタイプなんじゃない？録画してまで見ないからいいのよ。そうだそうだ。そうだそうだ。だいたいリモコンのボタンなんて小さいし、いっぱいあるし、お好きにならないじゃない。そっか、録画予約できないんだ。できるわよ、きっと。うん、ただやろうとしないだけよ。ふーん、IQ190 って実生活にもあんまり役立たないんだ。お前失礼なこと言うな。なんだかすごくショック。ほら、私って実生活では単なる役立たずなの。言葉選べ。そうかもね。おい、気づかなかったわ。浮世離れしてたのね、私。何を今さら。楽しそうに二人で何やってるんだ。おい、ひーちゃん、なんで来る。お前は一人で回ってろ。あ、ひーらぎ、いや、記念写真、あ、そうだ、撮ってくれ撮ってくれ。あ、お友達。いや、知らない人。知らない人。あ、初めて会うんだっけ。同じクラスのひーらぎあきら、友達だよ。はじめまして、二見えりこさん。はじめまして、ひーらぎ。いきなりひーらぎを呼び捨て。さすが二見さん。記念写真か、なら俺が撮ってやるよ。二人は噴水の前に並べばいい。あざーす。え、悪いな、ひらぎ。ありがとう、ひらぎ。どういたしまして。え、じゃあ二見さん、こっちにおいでよ。え、どんなポーズで撮る。お姫様抱っこ。お姫様抱っこで撮るか。あ、先輩、二見先輩、記念写真ですか。私も混ぜてください。ちょっと待って、なるみちゃん、ちょっと待ってて、空気読んで。いいよじゃないよ。いいわよ。いいのかよ。いいのかよ。混ざるのかよ。あ、エリちゃん、写真私たちもいい。おいこら。おいこら。みんな、いいわよ、入って。もう入るやついないか。いないな。よし、じゃあシャッター切るぞ。オッケー。4×2/1 は？なんだそりゃ。なんだそりゃ。え？ 4×… ほら、変なこと言うからさ。2。お、かわいい。ヒイラギ、もっとまともなあいつにしろよ。あんな計算とっさに無理です。嘘だろ。4×2/1 でしょ。だってあれ違ったっけ。そうだよね、 4×2/4 は4÷2 でしょ。何言ってるんだ。二見さんはしっかり笑って V サインしてたぞ。そうだそうだ。実生活で役立ったわ。あ、なるほどね、そういうことか。負けたや二見さん。いいな、さっきの写真もうちょっとしっかり見たかったんだけど。こうしてみんなで楽しく過ごした。後で見よう、編集するときに見よう、ゆっくり。あ、お待たせ、二見さん。学園祭楽しかったね。写真撮っただけだよ。そうね、学校がこんなに楽しかったのは生まれて初めて。みんなで写真撮ったり、うん、いろいろ見て回ったり、いい思い出になったわ。早かったな。二見さん、思い出だなんて。今日のことは一生忘れないわ。
みんなのこともあなたのことも。二見さん、公園へ寄って行かない？ん？寄ってからない？伝えたいことがあるんだ。いいわよ。お、まあおなじみだけどね。もう出た、この音楽。伝えたいことって何？僕とブランコに乗らないか。二見さん、二見さんは僕のことやせっかく友達になった女の子たちのことをみんな思い出にしてしまうつもり？お前なんだ急に説教か。え？卒業したら会えなくなってしまうかもしれないけど、少なくとも僕は二見さんのことを思い出になんかしたくない。思い出の中でしか会えないなんて寂しすぎるよ。僕は二見さんのことが好きだ。無理しないで。この間私があなたのこと好きって言ってしまったから。無理してないよ、この変態は。違うよ、そんな理由じゃない。君のことが好きなんだ。あなた本気なの？本気だよ。二見さんは困るかもしれないけど、君を好きだって気持ちは止められない。僕を思い出になんかしないでよ。ごめんなさい。泣かせてどうすんの。あなたを傷つけるつもりはなかったの。ただあなたを諦めようと。なんでよ。どうして？だってあなたのそばにいられないもの。そばにいたいけどいられないもの。将来どうするかなんて考えたこともなかった。それどころかどこかへ消えてしまいたかったけど、あなたが変えたの。あなたを好きになって私は変わったの。二見さん、ありがとう。私あなたのことが好きよ。どうすんだろうね。二見さんとは離れるなんて嫌だ。一体どうしたら。よし、お前も海外の高校、高校じゃねえや、大学受けよう。勉強しろ。マジか。マジか。おお、学生結婚ですか。結婚すればそばにいられる。結婚、そんなこと。いや、いろいろ大変かもしれないけど、二人で支え合っていけば。どうしたの？二見さん。おお、マジか、そこまで行くのか。二見さん、結婚しよう。何言ってんのこいつみたいな。僕たちまだ若いし、無茶に思えるかもしれないけど、結婚して二人で生きていこう。それは、やっぱり無茶かな。いいえ、無茶じゃないわ。私たち二人の気持ちが一番大切なんだと思う。本当に大丈夫？じゃあ。ええ、私嬉しい。プロポーズしてもらえるなんてこんなに嬉しいのは生まれて初めて。私をあなたのお嫁さんにして。すげえ展開になってきたぞ。ん、サミさん、本当にブランコに乗るのかお前ら。マジか。ブランコに。はあ、僕が支えてあげるから。過去のことも運動音痴も二人なら大丈夫だよ。運動音痴は余計よ。マジか、結婚しちゃうんだ。へえ。手を離しちゃ嫌よ。わかってる、絶対に話さないよ。好きよ。すげえ展開で終わったぞ。この後どうなるんだ。へえ。へえ。まあとりあえずは終わりました。二見エリコ編でした。まあ今までなるみちゃんとね、さきのさんをやってきて、それぞれパート8とパート7で終わってて、今回パート6で終わってました。どん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 減っちゃうぞ。
パート数どんどん減っちゃいますが、まあそれはさておき、いかがでしたでしょうか。二見えりこ編ですね。まあ途中で話をしてたと思いますが、最初のイメージとしてはなんかあやつりさんのイメージが強くて、で結構なんていうか言い方悪いけど堅物キャラなのかなと思ってて、かなり難しいルートなんだろうなと思ってました、最初の方は。そしたらまあどん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 なんていうか別の意味で仮面が取れてって、でね、なんだろう、いろんなねものに対する音痴っていうのが見えてきて、すごい可愛くなってきて、個人的にはかなり、うん、最初のイメージとはだいぶ変わりました、この子は。うん、結構好きな子になっちゃいましたね。こう何でもできる子なのかなって思ってて、それこそねあやつりさんみたいにもう勉強もできるし運動もできるし、もう何でもできるっていうタイプの子なのかなと思ってたんですけど、実際そうでもなかったっていうところが、なんていうかやっぱギャップだよね、そこが大きかったと思います。で会話の方もね、結構まあポン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 っていうわけじゃないんですけど、ハートをね出すことができてよかったと思います。最後の方がね結構ね何入れていいのか正直わからなくて悪戦苦闘はしていたんですけど、なんとかね最後はハートびっしりでね埋めることができていたのでよかったと思います。でまあそうですね、友達もねできたしね、初期の頃に比べるとだいぶキャラクターっていうのがいい意味で崩壊してったんじゃないかなと思います、この子に関しては。マジか、結婚か、そんな展開になると思ってなかったけど、って言ってもまだ2年生だからね、来年もずっと一緒にいられるわけだからねまあゆっくりねその1年かけて考えていければいいんじゃないかなとは思うけど、そっか、これはあれなのかな、好きと仲良しの真ん中のルートだからこうなったってことなのかな。なんかやっぱりねその仲良しルートとその好きルートで多少のねセリフの違いがあるみたいでね、若干展開の違いがあるみたいなんですけど、これは真ん中のルートだったからルートだったからこうなったのかな。仲良しルートだったら告白して付き合っておしまいなのかな、なんかあるんですかね。1年かけて一緒に頑張って考えていこうよみたいな感じで終わるのかな、どうなんですかね。でも最後ねブランコに乗って終わるっていうのがいいね、子供の頃にできなかったものっていうのをね2人で一緒に楽しんでやってって、うん、あとはこのね変態が支えてくれればいいんじゃないかなと思いますけど、遊園地でのテンションめっちゃ高かったよねすごいテンション高かったけど、これでついに半分終わったわけですね。3人目が無事終了しましたが、残り3人ですね。さあ残り3人どんな順番で見ていこうかどんな順番で見てってやろうか見てってやろうかっていうのもさ、それこそ変態だけどさ、まあとりあえずはねこのゲームにもだいぶ慣れてきて3人目だからね、だいぶねパート数も減ってきてはいますけど、多分6パートが平均になるのかな、まあ大体平均するとね今のところ7パートずつな感じですけど、まあ大体そのくらいのねパート数で10パートいかないぐらいで進められているので、ね見る分にもすごい見やすいパート数になって、うん、やってていい実況シリーズだなとは思ってますブランコでチューね、公園なんかなかったしな、高校の時畑しかなかったよまあでも無事に終わってよかったよかった。この後どうなったんだ。高校を卒業してすぐ、うん、私たちは結婚した。マジですか。大人たちは反対したけど、そうだよね、これから大人になろうとする私たちを止めることはできなかった。へえ、すごいね。私はアメリカの大学へ進み、うん、彼は、うん、その町の小さなレストランでウェイターをしながら英語を勉強している。あ、何、高卒でもう働いてんだ変態、すげえ、英語話せてんの、かっこいいね。アメリカかよ。生活は苦しいけれど、うん、夢はある、うん、いつかきっと二人でその夢を実現したい。すげえな、
娘か、ね、息子か分かんないけど、どうすんだろう、アメリカ育ち、かっこいいね。私は今日も彼が働くレストランの片隅で勉強している。うん、あなたが作ってくれたハンバーガー、うん、ケチャップとマスタードがたっぷりで美味しいわ。ビビった今、一瞬森島先輩かと思った。すげえビビったんだけど今。カチューシャつけてるからさ、こんな森島先輩そっくりじゃん。へえ、でも可愛いね。うん。こうしてると二人で食べたピザを思い出すわね。ちょっと大人っぽくなったね。二人で過ごした理科準備室が懐かしい。お仕事ご苦労様。うん。I love you, darling。そっか、ダーリンだもんね。ハニーとダーリンだ。お、ジャンクフードだ。まあ多分使わないのかな。使わないのかな。いやー、衝撃のラストでしたね。結婚するわ、森島先輩そっくりになるわみたいな感じでしたけど、いかがだったでしょうか。3人目ですね、二見エリコ編でした。まあやっぱりスタッフロール中にも話してた通り、この子はまあいろんな意味でギャップがあって、すごく可愛い子だなと思いました。うん、印象がだいぶ変わりましたね、僕の中での。まあ今回のこのね、二見エリコ編は今回で完結となります。うん、また次回ですね、4人目やっていきますので、ぜひまた楽しみに待っていただければと思います。 Twitter とブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。いつもコメント等していただきましてありがとうございます。感謝です、いつも見てます、ありがとうございます。ではまた次回4人目の実況の方でお会いしましょう。バイバイ。さあ今回はどんなね、恥ずかしめに会うんでしょうか妹は。ひゃひゃひゃ。松野さんは、あー間違えた、あー押しちゃった。初回から何やってんだ。もうグダグダだよ、もうめちゃめちゃだよ。そこにはスカートを履いた少女が、お見える。いやー今ね、少子高齢化だからね、ずいぶん重い話になっちゃうけど、特にメーターが変わるわけじゃない。やったやったやっぱり頭のいい人の考えることは俺みたいなバカな人間には分かんねえんだな。録音ボタンをさ押さずに、もう押した気でいて録音ボタンを、で5分ぐらいかな、ずっとベラ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 一人で喋ってた。マジか、振られたんだけど。マジかよ、さっき図書室では話せたのに。ふざけんなし、もうなんで俺収録ボタン押さなかった。おい、もう3人目だぞ俺、いい加減慣れろよな。すごいね、勉強するだけ偉いじゃん。気分が乗るときなんかないよ。おいおい、もうアタックできるぜベイベー。アタックできるぜベイベー。うん、え、キス。キスですか。やったー。早い。ダメか。おーやった。おーやった。本気で喜んじゃった。それ関係なくねえか。天才的な頭脳とさ、音痴は関係ねえぜ。だってあのコナン君だって音痴だぜ。完全にあやつじさんと同じだな。かっこいい、夏はポケモンみたいな。そんなイメージしかないんだけど、ショコタンが CM やってるイメージしかないんだけど。いいね、一気にハートが増えた、やった。やった、行ったれ。行ったれ。友達がたくさんいるからっていいわけでもないし。俺みたいに友達が全然いなくても楽しいし。よし、治るまでやろう。絶対見られてるって、星野さん見てるよきっと。はぁーって、カンモヤシ君がチューしてるって。終わりかい。終わりかいな。終わりかいな。今を生きるのよ。そうだそうだ、校則っていうのは破るためにあるんだよ。来たね来たね来たね。あれ。あの全然違うとこにいますけど。いや、全然してないよ。僕バカだから。あらら。
でもその割には二見さんの恥ずかしいところを知ってるのは僕だけさ。笑わないから見せてよ。絶対お前笑うぞ。そうだぜ、俺の前ではあの可愛い笑顔を見せてくれるのさ。お前には一生見られないけどな。やべ、もちろん冗談だよ。ごめんなさい、ごめんね。その理科準備室に待ってる人がいるんだ。いなかった。誰も私はあなたと行くとは言ってないわって言われたらショックだな。日焼け大丈夫？大丈夫かな。二人きりになれる場所に行こうぜ。そうだ、あそこに行こう。あの建物だったら自由に部屋を選んで入ることができるんだ。世界中のいろいろな大学や研究機関で、一生勉強や研究を続けるつもり。お、二見さんの初めてを僕がもらったんだね。あなたのことが好きなのかもしれない。もらいました。お、真ん中行った。このパターンは初めてだな。最初に持ってたイメージとだいぶ変わってきた。二見さんに対するイメージが俺の中でね。やったぞ。俺だ俺だ。何を食べるつもりなんだい。まさか僕のことかい。隣の子も可愛いじゃねえか。どっちだ、 A か B かどっちだ。誰、今の彼氏？違うわ、ただの変態よ。私のことをナンパしてきたの。何それ、ありえなくない。パネーゼ。パネーゼ変態。長いぞ。こらこら、長いぞ。そうですよ、ナナはどっかにやっておくからさ。二人で大人の勉強を僕のベッドの上で。僕が思いを伝えるのはヒイラギ。IQ190 って実生活にもあんまり役立たないの。お前失礼なこと言うな。おいひーちゃん、なんで来る。お前は一人で回ってろ。いや知らない人。かわいい。あ、なるほどね。みんな思い出にしてしまうつもり。お前なんだ急に説教か。二見さんのことが好きだ。マジか。マジか。おお、学生結婚ですか。二見さん結婚しよう。何言ってんのこいつみたいな。すげえ展開になってきたぞ。